オリバー・ハザード・ペリーは、アメリカ海軍の軍人。米英戦争に従軍し、エリー子の戦いにおいて、アメリカ海軍に決定的な勝利。マッシュー・ペリーの2位。ペリーは、海軍軍人であるクリストファー・レーモンド・ペリーと、サラ・ウォーレス・アレグサンダーの息子であり、マッテイは、日本の海国をもたらしたマッシュー・カルブレイス・ペリーである。ペリーは、ロードアイランド州、ニューポートで育ち。 1799年4月7日に海軍兵学校に入学、卒業後は父親のフリーゲート、ジェネラル・グリーンに配属となる。彼の初めての戦闘経験は1800年2月9日の配置であった。米英戦争中の1813年9月に発生したエリーコの戦いでは敵艦を沈めることなく全部打歩して勝利を収め有名になった。 1819年のベネズエラ遠征で、土着の昆虫による疾病により死去した。孫のトーマス・サージェント・ペリー孫に、画家、ジョン・ラファージの、妻・マーガレット、その弟に、文芸評論家で教師のトーマス・サージェント・ペリー。トーマスは1898年に、慶応義塾大学の英文学教師として来日し、妻で画家のリラキャボット・ペリーと3人の娘と共に3年間日本に、 滞在した。娘のうち三女のアリスは、中日米国大使のジョセフ・グルーの妻として1932年に再来日した。アメリカ海軍は、次の艦艇に彼の名に由来する命名をした。次に掲げる軍は、彼の名にちなんで命名された。エリーコ中のサウスバス島には、ペリーの勝利と、国際平和記念建造物があり、アメリカ合衆国国定記念建造物に、 指定されている。2013年は、この建造物をデザインした25セント効果が、アメリカザ・ビュー、兄弟で海軍提督を務めたにもかかわらず、フリゲートを除いて、フルネームでの命名がされていない理由は、オリバーのエリー子の戦いでの、アメリカの一般人の会話で単に、ペリー提督という場合のほとんどは、オリバーのことである。ありがとうございます。